まあ、矢部さんにとっては、まあ、どちらも、はい、顔見知りでしたお友達の、ね、キックボクサー、はい、複雑な気持ち、ただ、クリアクションですね、シュートボクシングのグランドゼロ大会に、はい、出場してまして1ラウンドで肘ありだったかどうかっていうのを確認して2ラウンド目で肘切って終わらせたっていうですね。何なんだ1ラウンドの時点ではどっちか分かんないまま戦ってたんですね。ありでしたっけみたいな感じでって2ラウンドに切って終わらすっていうとんでもないなっていう、で僕は実際のミット持って、はいはい、結構クリア君のはパンチとか蹴りとか受けてるんですけどすごいですからね、硬いですからこの人。いやそうです、はい、でも俊太選手も ね年齢を感じさせない。いやそうなんですよ、もう伝説と言われるぐらいのですね実績を残しながらも、はい、まだまだ今を生き続ける鉄人と言ってもいいです。いや本当ですね。まあでもね栗明選手はね今日はお兄さんがセコンドについて兄弟揃って憧れだった俊太選手を兄弟の力で倒して前に進んでいきたい、次に進みたいと言っています。ラウンド第1ラウンドのスタートです。栗明翔吾対俊太の一戦。ローキックを振って蹴っていく栗明、まあ、瞬殺すると予告していました栗明翔吾。10秒で、まあ、仕留めるというのは、まあ、多少のリップサービスではあるとは思いますけど、はい、おおバックハンドブロー。栗明選手本当に一発がある選手なんで、本当ですよね、まあ、そこら辺の攻撃力に関しては俊太選手も非常に警戒をしています。全ての攻撃に全ての、まあ、言ってみれば打撃に攻撃力があると、肘もうまい、自分にとっては非常にこの戦いには危機感があると警戒しています。でもこの戦い5ラウンドありますからね、はい、そうですね。だからやっぱ俊太選手としては時間をかけて後半に勝負をかけたいというプランがあるようです。そこまで持たせないか栗明翔吾。5ラウンドとかまでいったら俊太選手が有利かなと僕は思いますね。そうなる前に終わらせたい栗明翔吾。非常にリラックスしていい緊張感を持っています俊太選手、まあ、10秒で瞬殺。おお今肘しかし組み出すぐに倒していく矢部さんいかがですか、なんて言うんでしょう、いい意味で子肉たらしいですよね、いい意味でね、はい、まあ、そういうのはね多分俊太選手も100も承知でしょうからね。そうなんですよ。ラスト1分、さあラスト1分第1ラウンドです。破壊力があるのは100も承知です俊太、相手の攻撃それをしのげるかです。時間をかけてたっぷりと時間をかけてしのげるか。まあでもね、わっさあこの攻撃力、さあこの攻撃力、嵐のような攻撃力を、あでも見えてますね、見えてますね、しっかりクリーンヒットしてないですね。おお、この前に縦肘入れた後のフックですね。これが栗明翔吾です。さあまだ10秒ある、ちょっと効いてます翔太、効いてます。さあこの10秒耐えきれるか。さあ打ち合うとまずい、組んでいくがそれを倒していく。この間に時間は進んで、ここで第1ラウンド終了。矢部さん、はい、いきなりダウン奪いましたよ。本当にクレイジーテクニックも素晴らしいんですよね、はいはい、だから相手の嫌がることができる選手なので、まあ、そこら辺が先ほど僕の言ったいい意味でこう小肉楽しいというか、豪快な技もあれば緻密な嫌な技も繰り出せるっていう、
こですよね。だからこそ俊太選手にはなんかもっとこうねじっとりと言いますか、はい、行っていただきたいなっていう。さあこれね、このフックです。そこまでのあのねラッシュはねやっぱちゃんとしっかり俊太選手、はい、対応してたんですけども、で特にあの肘で終わる選手って多いんですけど、肘を打った後に返すっていう選手はなかなかいないですから、そこであの肘をちょっとブロックした時にちょっと気が緩んだような感じもしなくてもないですよね。基本的にやっぱり肘来たら次肘も来るって思うんで、そこのタイミングですよね。さあ、まあ、今回この戦い5ラウンドありますんで、3ラウンド目ではジャッジの、オープンスコアリングシステムがあります。あ、第1ラウンドはクリアス選手が3人のジャッジ10点を捨てて 3つ取ってますね。まあそれはダウンありましたからね。あのフックがどれだけ効いているか、どれだけリカバリーできているか。シュンタ、いや本当にね暴れ始めたら止まらないというクリアス勝負です。攻撃が止まりません。そうですね、あのはでもダメージは大丈夫そうです。大丈夫そうですか。シュンタとしてはこのクリアキの猛攻をしっかりと防ぎつつラウンドを進めていきたい、後半に仕留めたいというプランを戦前に語っていました。バックハンドブロークリアキ、さあどうする。ローキックを打っていく強いクリアスです。飛び膝入った。そしてラッシュが来る。そして肘だ。もう一回飛び膝。これは腕の辺りに入っている。さっき顎に入りそうになりましたからね、危なかった。伸びるストレート、ジャブからストレート、シュートも行く、シュートも行く。さあでも打ち合いになると振り回してくるクリアス。こんなの一発でも振り抜く。ああ肘が入った、これ一発で切れましたね。今鮮血が見て取れました。今シュンタもやばいという表情をした。結構血で深く入りましたね。これドクター見ます。あこれが肘ありレッドルール。サーコーナーシュンタ選手もドクターチェックを行います。なおこの格好は有効打です。有効打によるものです。切り裂きましたね。いやこれ結構全体重乗ってる感じの肘やったんで、ですよね。本当もう倒れ込むような肘でしたね。倒れ込む感じだったんで、まあ、足の方まで鮮血が飛び散った。さあドクターが見ています。これ以上は続行不可能とドクターが判断した場合は試合が終わります。まあ、傷の深さ長さ、やっぱり止めましたね。テクニカルノックアウト勝ち、クリアチ勝負。勝者クリアチ勝負。このノックアウト大田区大会第2部ではこれ初のノックアウトと、はい、ことになりますね。あの一発で、はい、ついに東大の力でこの瞬間越えを果たしましたクリアチ勝負。いやーね、多分ね、俊太選手もね、はい、もらって血を見た瞬間、やばいって顔しましたからね。そうですね、っていう。まあ、本当、肘ありルールはこれがあります。そうなんですよね。でも、これがあるから、はい、逆に逆転もあるということなんですよね。瞬太、2020年の初戦、復活は飾れませんでした。24歳のザ・フェニックス、クリアチ勝吾、最後は肘一閃、俊太の眉間を切り裂き、ドクターストップによるテクニカルノックアウト勝ちです。いやでも矢部さん、本当にその、はい、レッドルール、肘ありルールとはどういうことなのかというのを、お手本のような。そうですね、これですね。
ストレートを見舞うと見せかけてこう追ってきれいに肘叩き込みましたからね。とはいえ肘当てって簡単じゃないですからね。いやそうですよ、ね、肘当てルールってのはカットしちゃえば簡単だからって言うけど、それはね、いやそうはいかないですから、当てるのが難しいですからね。おお、見事なバク宙を見せました。クリアショーゴインパクトを残した見事な肘のカットによるテクニカルノックアウト勝ちでした。